首位と5打差18位から最終ラウンドをスタートした19年大会覇者のシムノヒナコ、212サントリー、ワゴマー4ゴギー、2ナムルモギーの75とスコアを落とし、通算1アンダーの34位で大会を終えた。青天の下、1番で3メートル、2番で4メートルとチャンスを沈めて2連続バーディー発進。 首位に3打差に迫ったが、さらなるチャージを期した3番パー4で流れが安定する。フェアウェイからの第2打をグリーン手前の水路に入れてダブルボギー。5番ではポットバンカーにつかまりダブルボギーを叩くなど、前半だけで4つスコアを落とした。後半は1アンダー35と巻き返したが、前半の失速が響いた。 コールアウト後のインタビューに応じた渋野はスタートがすごく良かったムーン、途中で自分で流れを切ってしまって、そこからなかなか切り替えができず、最後持ち直せたことは良かったとは思うけど、やっぱり悔しいですと悔しさを滲ませた。19年大会でメジャー初制覇を果たし、前年覇者として臨んだ昨年大会では105位で予選落ち、 そして自身3度目の前衛を終えて初日、2日といい位置で決勝ラウンドを迎えられながら、喧嘩的に残り2日で飲めせず落としてしまう喧嘩にすごく悔しさはあると振り返りつつ、ただ、去年よりは良くなってると自分で言い聞かせてまた来年ここに戻ってきて、もっといいゴルフを皆さんに見せられるように頑張りたいなと思いますと顔を上げた。 今大会が今季の海外メジャー最終戦でもあった。4試合に出場し、今回の34位が最高成績。本当はもっと結果を残したい気持ちがあったんですけど、なかなか走破させてくれないメジャーの難しさを改めて感じました。来年以降はもっと頑張って上位で争えるように、 本当にもっと強くなりたいと思わせてくれる4試合でしたと総括した。